京都法制学校。京都法制学校は、1900年、明治33年に、中川小十郎らによって創設された、私立学校で、現在の立命館大学、学校法人本部、京都市中京区の前身。本項目では、後ろ見たる、専門学校例準拠の京都法制専門学校、京都法制大学、立命館大学についても扱う。 1894年、明治27年、文部大臣に就任した西恩寺金持が高等教育の拡張計画を立案。第一項に東京帝国大学と愛好をして国家の需要に応じられる高等教育機関を京都にも設置することの必ず性を挙げた。これに基づいて省内に設置した京都帝国大学創立準備委員が1897年。 明治三十年、京都帝国大学に関する件、大学設置令を交付し、兄弟創設の流れが固まった。当時、文部省専門学部局勤務から、文部大臣秘書官として、西恩寺文部大臣直属となった中川小十郎が、京都帝国大学所大事務局長に任命され、大学業務を総括。京都帝国大学所大総長に就任した木下広次らともに、 大学創設の中心的役割を担うことになった。京都帝国大学創設事業に区切りがついた1898年、明治31年、中川小十郎は、文部省参事官の職王寺史実業界へと転身。鹿島銀行理事への就任を皮切りに、株式会社大阪道島米国取引所監査役、朝日生命保険株式会社、 現在の大道生命副社長に就任するなど経済人として活躍した。しかし、自らが創設の中心に関わった京都帝国大学が制度上級生高等学校卒業生しか受け入れることが出ず、西恩寺金持ちが提唱した能力と意欲のある人に国として教育の機会を与えるべきという教育理念からもかけ離れている実態に限界を感じ、 自ら私学を起こすことを思い立つ。翌年、教学面での協力を、京都帝国大学教授だった、小田一万、井上筆か、岡松三太郎らから得るとともに、学校設立事務については、西田優、朝日生命株式会社専務取締役、橋本厚志、大道生命保険株式会社所代支配人、山下義直、京都府議会議員、河原林可子一郎、 東洋霊4常務取締役、羽室亀太郎、京心電気機動支配人らの協力を得て、また設立参上員として、京都政財界の大物、内木神三郎、浜、岡光明、田中玄太郎、中村英介、雨の森菊太郎、高木文平、河原林義雄の力を借り、京都法制学校設立事務所を、朝日生命保険株式会社の角に設置した。 1900年、明治33年5月4日、京都府知事に対し、私立京都法制学校設立認可申請書を提出。同年5月19日、晴れて設置が認可され、同6月5日に開校式典を開いている。初代校長には、民放起草者の一人で、東京帝国大学教授の富井正明が就任した。富井は1927年、 昭和2年8月31日まで、京都法政学校長、私立立命館大学長の任に当たった。設立の中心を担った中川小十郎が、はじめより負荷を退りけ堅実を胸とした、序文、立命館35周年記念論文集文学編、と述べているように、設立当時は満足なコーチも学者も用意する、余裕博、上京区東三本木通りにあった。 両邸、清照老、旧、吉田屋の2階及び3階部分を曲がりして、講義を行っていた。社会人教育を目的に、夜間学校、3年生として設立されたため、学生には、館長職員、府立学校教諭、府の名誉職にある者などが多く含まれていた。また、専任教員を雇う余裕もなく、講義のほとんどを、京都帝国大学教授が担当していた。 その公明が示す通り、設立当初は法学、政治学の2学科を置くのみであった。しかし、開校直後に京都府に提出した校舎敷地帯予願書では、将来は法制だけではなく、文学、医学の2科を増設し、中学教員を及び医師を要請して、我が国教育の一大欠点を補充する一機関にしたいと表明していることから、 京都法制学校の校名は設立当時の一時的なものと考えられてたことが伺える。実際、1904年、明治37年には大学部に経済科が設置され、法制学校の域を超える体制となっており、翌年には立命館という新しい学校名称の命名に向けた具体的な道も見られる。なお、1889年、 明治22年に設立された京都法学校は、実質的に京都法制学校が引き継ぐ形で吸収されており、河野市の山崎慶順は引き続き京都法制学校で教鞭を取ったと記録されている。京都府に提出した校舎敷地帯予願書では、当時上京区の手帳通り、丸田町下がるごまの町にあった、旧京都府立。 第一高等女学校の校舎と敷地の期限付け対応を申し出たが、京都府立第二高等女学校の利用が決まったために、これを断念。そこで1901年、明治34年12月、西音寺金持ちの実定で、第15代、住友や、当主、住友金糸から1500円の寄付を得るなどして、上京区広工事通り、河原町、 中五寮町410番地に高地と学者を確保し移転した。この広小路高知は1981年昭和56年に木の傘キャンパス北区東時北町に移転するでの約80年間立命館大学の本部キャンパスとして機能した。1903年明治36年に専門学校令により私立京都法制専門学校に組織変更。 翌1904年、明治37年、私立京都法政大学に、会省、大学部、法律学科、経済学科、予科、専門学部、法律科、行政科、経済科、高等研究科を設置。1905年、明治38年には、西園寺金持が、明治2年に京都御所内の指定に設置した、私塾立名館の名称の継承を願い出て、 これを許可され、1913年、大正2年、財団法人立命館を設立するとともに、公明を、私立立命館大学と改称した。財団法人立命館専務理事には、西園寺金持ちの実定で、京都法政学校創設以来学園運営に、尽力した、末広竹丸が就任。末広は、中川と、財団法人立命館初代理事及び、 私立立命館大学設立者の座を共有した。現在、京都法制学校が仮学者とした清照郎の跡地には、立命館早々の地を示す記念碑が立っている。また、1901年、明治34年から1981年、昭和56年まで、学校法人本部のあった、広志寺学者跡地、旧中川会館付近にも、 立命館大学発祥の地記念碑が建てられている。1900年、明治33年の開学時、京都法制学校への志願者数は360名だった。このうち305名、法律家225名、政治家80名を第一期生として受け入れたが、入学から3年後、実際に卒業できたのは57名、法律家47名、政治家、 10名のみであった。卒業生57名のうち20歳から25歳が過半数。20歳未満は約2割。26歳以上が3割弱。最年長者は41歳だったと記録されている。第1期生卒業式は1903年、明治36年7月12日に行動にて取り行われ、来賓として京都帝国大学教授、助教授のほか 第三高等学校長、京都地方裁判所所長、京都弁護士会会長代表、京都府議会副議長、地元選出大議士、京都府長参事官、私学官など多数が参加し、一私学としてはかなり盛大なものとなった。卒業式当日、東京にあって受落できない校長の富井正明に代わり、京都の井上ひそが卒業証書の授与を行い、 来賓代表の木下博治、京都帝国大学総長が祝辞を述べた。翌日には、浅田健介教授、井上昴教授、岡松三太郎教授、小田一万教授、島文次郎教授、田島金次教授、新田松太郎教授らが参加して、社恩会が開催され、地音院桜門前で卒業記念撮影会開かれた。京都法制学校では設立当初より、 討論会が開かれており、優秀者には焦点が与えられていた。1903年、明治36年には、学内外で討論会、学術講演会が開催されたことが記録されていい。他に、岡山市、広島市など地方都市への出張講演会も行われており、こうした行事には一期生も参加していた。法政二令に4から1、1903年11月。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。